なかなかこんにちは、AZINです。今回はこちらのプンプシーのスパークリークリッターズ開封していきたいと思います。巨大なジュースの缶なんですよね。これファンタ飲んでるのかな、この子。ファラタって書いてある。ちょっともじってますね。で、この謎のお猿さんなのかユニコーンなのかちょっとわからないキャラクターが主役なのかな。どっちかっていうと一番初めに出てたポッコちゃん、あれがすっごい好きなんですよ。あれを集めてたんですが、最近のシリーズはこのなんか謎の生き物になってますね。これユニコーンなのかな。前回開封したものもうんこからうんこが出て、さらにこの謎のね生物が出てきて、私かわいい。今回はちょっとかわいいやつ期待してます。はい今回もスライムが作れるっぽいです。早速開封していきたいと思います。ではいきます。ここっぽいですね。あー、出だしからミスったこれね、 LOL とかこれ苦手なんですよ。ビリッビリになっちゃう。これダメだ、無理だなこれ。あーもうすごいことになっちゃった。 OK です。おー、ではここかな。ここだよね。ここ開かないし、ここですよね。おー、すごい。合ってるかな、この開け方で。とりあえずここをめくればいいんだろうか。ユニコーンマジック、ユニコーンシマー。若干このスライムの雰囲気がね変わる粉です。2個入ってた、すごい。ちょっと待って、でもさ、これ開け方合ってる？いや、なんかこんな感じだよね。これでいいのかな。お、からくりなんか隠し扉みたいになってる。どういうこと？これはなんか動くの？おー、すごい。おおきた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 。なに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 。おおすごい。わあ、ラインナップちょっと見たい。全然わかんないんですよね今回。いやー、前回本当にちょっとカエルなのかな、私かわいい。あー、すごい。でもこのさっきパッケージでさ、ファンタ飲んでたじゃないですか。全部ドリンクなんだ今回は。めっちゃかわいい。カエルいないよね。あー、なんかカエルっぽいやつが一人いるわ。なかなかリアルだった。これもちょっとリアルそうですね。ちょっとこれもリアリティが溢れてるで、今回はあれがないんだ。このもう一個上にめっちゃレアなやつがあるんですけど、今回はこの3段階みたいですね。ウルトラレアはちなみにこの子とこの子。あー、これよく見るパッケージとかで。で、この子とあんたの子。じゃあ早速全部出してから開封しよう。これがなんだろう、あー、これが人形かな。でかいもんね。おお、これで最後かな。すごい。なんかこれいろいろ収納できそうです。めっちゃかわいい。ここに飾っとこうこれちょっと最後にいこうかな、目玉商品ね。最後にで、これを。わあ、すごい。なんか何これ、押す感じですか？注射器みたいになってる。パータっていうのかなファンタじゃないよね、ここね。 R だから。かわいい。ちょっと待って、さっきのラインナップはちょっと忘れよう。これってことは何だったかな。これが、おお、何これは。スプーンと、これ何？この袋は何に使うんだろう。お菓子のパッケージとかもじってる、もしかして。ドリトス的な？違うかなわかんない。で、この子いきます。オープン。うわーこれはーこのなんか鱗めっちゃリアルだなと思って、うわー可愛いんだけどリアルだわ。でも前回のカエルちゃんね、あれよりは可愛いかな。これは取れるのかな。おいし、おお、すんごい長いこれ。あ、これは穴が開いてますよ。ここになんかスライムが出たりするんでしょうか。で、私が当たったものはこれだ。この星のやつ、バブルス、レアですね。レア当たりました。この子はこのシリーズの中で1種類しかないみたいですね。まずこのね、おしゃぶりを外すみたい。外して水をこう入れるみたいですね。よいしょ、入りました。そしたらこの子に飲ませるみたいですね。ゆっくり飲ましてくださいって書いてある。大丈夫かしら大丈夫かしら。怖いな。お尻から漏れないよね。大丈夫だよね。あ、ちょっと待って、なんかどっかから漏れてるわ。大変。どこどこ、え、なんであ、ゆっくりじゃないってこと。もっとゆっくり入れろってことかね、これ。私はちょっと待った、どうして、どこからこれ溢れてる。お尻じゃない。どこだ、手かな、どこだ。こうしようか。全部飲んだね。そしたらこれをもう一回くっつけるみたい。でも粉、今回粉ないですよね。今水しか入ってないけど、ここからシェイクするみたいです。じゃあ1分間シェイクします。もしかしてこの中にもうスライムの粉が入ってるってことかな。すごっ。もう大丈夫かな。1分以上ね、シェイクしてます心配性なんで。で、1分以上シェイクしてます。で、ちょっと置いとこうか。ちょっと置いておこうか。ではそろそろ大丈夫かな。これ口からか、多分お尻からか、どっちかのサプライズがあるっぽい。どっちからでも出るわけじゃないと思うんですよ。いや、できたらこっちからがいいなあ、違うかな、私のやつは。すごい期待してるんだけど、これは口っぽいですね、多分。こう頭を押しても出ないから。じゃあ口からいきますか。あー、口だ、来てる来てる。なか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 すごい。ちょっと待って、ちょっと待って、これ絶対見えないじゃん。絶対見えない。ちょっと待って、何かを引こう。か。まだちょっと見やすいかな。おー硬いです。ちょっとなかなかすごいことになってる。いやー、これ後ろから出てほしかったな。AZIN TV はやっぱお尻でしょう。こっから出ないと編集のね、しがいが。おお、ほらー、これね、お尻からやりたかったもうお尻だと思ってください。出ないわ、出ない。こんだけしかスライムない。これ全部スライム出るのかな、ちゃんと。あー、戻っちゃう。スライムが。大丈夫かい。おお、風船ガム。ジャガーリゴ。あー、すごい手がね、しんどい。おう、おう。はい、なんとか。ちょっとまだ入ってるね。入ってるんですけど、ちょっとなんとかこれだけ救出できました。で、こっちですね、ユニコーンマジックとユニコーンシマーマジック行こう。あーあー、もうダメだ。何色になるんだろう。あー、すごい。この粉も若干緑っぽい感じですね。おー、すごい綺麗。じゃあこれやってみよう。これなんだろう。おお、綺麗。すごい。やば、贅沢だ。グリッターです。はい、スライム完成しました。手が悲惨なことになっております。で、今回収納する袋がこれみたいです。この中にスライムをしまえることになっているみたい。じゃあジュースとお菓子ですね。これはめっちゃかわいい。はい、ということで今回はずっと気になっていたこのプープシーの新商品、スパークリークリッターズっていうのかな、こちらを開封してみました。本日もご視聴ありがとうございました。